今回は峠の茶屋の東京が緑に覆われた理由について考察していきます。以上の具体例も含めてしっかりと考察していきます。それでは参りましょう。東京の会社に勤めている OL の中村直美はバイクでツーリングに出かけていました。都会の暮らしに疲れ、仕事のストレスを発散させたかったのです。旅館の温泉で一息つき、同じくバイク乗りである女性と東京での暮らしについて愚痴をこぼします。翌日、直美はバイクに乗り、峠にある茶屋に立ち寄りました。直美が何気なくつぶやいた、こんな静かなところで一生暮らせたらいいのに、という一言が、とんでもない事態を引き起こします。その言葉を聞くや否や、主人は言葉を荒らげ、すぐに山を出るように促します。よくわからないまま茶屋を立った直美でしたが、トンネルを抜けると先ほどまでいた茶屋にたどり着きます。不思議なことに、どうやっても同じ場所に戻ってきてしまうのです。森に住む精霊たちに言ってはいけない言葉を聞かれてしまったことで、ナオミはここから出られなくなってしまったらしいのです。パニックに陥ったナオミは主人の警告を無視して森の中へと入っていきます。しかしそこでナオミは信じられない光景を目にします。一見普通の森ですが、よく見るとそこには頭蓋骨が転がっていたり、人の顔をした果実がなっている異様な空間でした。そして旅館で出会ったあのバイク乗りの女性が木に飲み込まれているところに遭遇します。彼女は望んでここにいるのであって、東京には帰りたくないのだと話します。東京に戻りたいと念じながら振り返らずに山を降りるように言われたナオミは、途中幻聴に見舞われながらも山の中を歩き続けました。森を抜けたナオミは通りかかったトラックに乗せてもらいます。東京に着いたよ。ドライバーの声で目を覚ましたナオミは目の前に広がる光景に驚愕します。そこにあったのは森に覆われ変わり果てた東京の姿だったのです。それでは東京が緑に覆われた理由について考察していきます。いきなり考察の最大の肝について触れていきます。東京が森に覆われてしまった理由、それは見るなのタブー。ナオミが見るなのタブーを犯してしまったことで東京が森に覆われてしまったと考えています。一言で言うと、禁止されているにもかかわらずそれを破ってしまったために悲劇的な結果が訪れるというものです。世界で最も有名なミルナのタブー、それがパンドラの箱。ギリシャ神話にて開けてはいけないという箱を与えられたパンドラが、その忠告を破って箱を開けてしまいます。その結果世界中に厄災が広まり、人々は苦しむことになったという話です。こういったタブーは世界各地の神話や民話に見られるモチーフであり、日本でも浦島太郎や鶴の恩返しといった話が存在します。本作には3つのミルナのタブーが存在しています。1つ目、峠の茶屋ではここで一生暮らしたいと口にしてはいけない。東京のストレスから解放されたナオミは茶屋の主人の忠告があったにもかかわらず、ここで暮らせたらという言葉を何度も発してしまいます。その結果、ナオミは茶屋から出ることができなくなってしまいます。主人もかつてナオミと同じことを口にしてしまったために、30年以上茶屋から出られないでいるのだと言います。二つ目、森の中へ入ってはいけない。茶屋から出られなくなったナオミは、ここでも主人の制止を振り切って森の中へと入ってしまいます。そこには木に飲み込まれたバイクの女性が登場するほか、頭蓋骨があったり、人の顔をした果実がぶら下がっている様子が見られます。もうとにかくこの木に飲み込まれた女性がホラーすぎる。子供が見たらトラウマになってしまうんではないでしょうか。3つ目、森を抜けるまでは振り返ってはいけない。振り返ることなく森を抜けるように言われたナオミでしたが、森の精霊による幻聴で混乱してしまったこともあり、キョロキョロと何度も振り返ってしまいます。その結果かつて東京だった場所は緑に覆われてしまっていました。このようにナオミがいくつものミルナのタブーを犯してしまったことで、このような悲劇が訪れてしまったのではないでしょうか。主人は茶屋から出ることができなくなったのは森に住む精霊の仕業だと話します。物語のラスト、東京が緑に覆われてしまったのも同じく精霊の仕業だと考えるのが自然でしょう。街一帯を自然に変える力を持つ存在、精霊とは一体何なのでしょうか。精霊とは草木や動物、人工物など一つ一つに宿っているとされる超自然的な存在です。人々は古来から自然崇拝やアニミズムなど全てのものに霊魂が宿っているという考えを持っていました。そして自然は人々に生きる恵みをもたらしてくれる崇拝の対象であると同時に、死をもたらす恐怖の対象でもあったのです。本作における精霊たちは人間を恨んでいることでしょう。
理由としては人々がかつての信仰心を忘れ自然を破壊汚染し続けているからです。森はそんな人間への復讐としてその命を吸収することで人間の数を減らしているのかもしれません。そうやってかつての繁栄を取り戻そうとしているのでしょう。精霊たちは森に迷い込んだ人間に対して幻聴を聞かせることで本当にあんなところへ戻りたいのかと問いかけてきます。心の弱い人間はこの時点で人として生きることを諦めてしまうのです。しかし木に取り込まれた人間も決して苦しんでいるわけではなく果実となって生き続けることができます。よく見るとその表情もどこか笑顔に見えないでしょうか。木に飲み込まれることで不安や苦しみなどとは無縁の安息の世界を手に入れることができます。社会の煩わしさやストレスから解放された静寂の中で何もせずに生き続けるという一種の現実逃避とも取れる行動ですが、一部の人間にとってはそれこそが理想郷なのかもしれません。本作には物語上役割がよくわからないキャラクターが登場します。それが青いバイクの女性です。このキャラクターに関しては特に説明されることなく物語が進むので、一回見ただけではあれは何だったんだろうと疑問に思う方もいるかもしれません。特に2人が話すシーンの直後のアップや暗闇の廊下はもちろん、うつろな表情で湯船に寄りかかるシーンはさらっと流れていくので多くの人はスルーしてしまいがちです。何度見てもよくわからないこのシーンですが、改めて見るとめちゃくちゃ不気味でめちゃくちゃ怖いです。この青いバイクの女性はおそらく自殺願望者です。そのため拒むどころか自分の意思で木に飲み込まれようとしています。少し話は脱線しますが、この物語で意味深に描かれるアイテムが一つ存在します。それが赤い花です。例えば茶屋の中、古びた店には似つかわしくないような赤い花が咲いています。また頭蓋骨から伸びていたり、木に取り込まれる女性の背後には無数の花が咲き誇っています。そして最も印象的なのが女性がうつろな表情で湯船に寄りかかるシーン。おそらくこれはポインセチアという花でしょう。ポインセチアの花言葉には祝福などがあります。花言葉だけから考えると、森の至る所に咲いているこの花は人々が森の中へ迷い込むことを祝福しているのかもしれません。もしくはその赤さがキリストの血の色に例えられることから、湯船でポインセチアを握っている描写は血を流していることの隠喩、つまり自殺未遂を表現しているのかもしれません。別の解釈があればぜひコメントで教えてください。これらからバイクの女性はナオミと対比される役割を持っているのではないでしょうか。お互い東京への不満を持ちながら最終的に進む方向は対照的です。一人は東京へ戻ることを拒み自ら望んで木に取り込まれ、もう一人は東京へ戻りたいと願うも変わり果てた東京に絶望します。あなたがもし社会でのストレスや煩わしさを感じているとしたら、バイクの女性とナオミどちらの道を選ぶでしょうか。数々の忠告があったにもかかわらず、いくつものタブーを犯してしまったナオミ、それによって森に住む精霊の怒りを買ってしまった結果、東京が森に覆われてしまうという悲劇を生みました。また東京に戻りたいと願うナオミと自らの意思で自然に取り込まれるバイクの女性が対照的に描かれています。そして喧騒と静寂の対比、ストレスと煩わしさに満ちた東京での暮らしと、何にも縛られずに悩みからも解放される茶屋の対比、数々の対比によってそれぞれの利点欠点が浮き彫りになっていきます。こうした対照的な2つの立場を書くことで、自らの置かれている環境について改めて考える機会を与えてくれているのかもしれません。これで峠の茶屋の考察を終わります。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価をお願いします。動画の感想やリクエストもお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。